TV トークウェブ DS 漫画やわ。こんばんは。こんばんは。一つの漫画作品を1時間の生放送で徹底的に語る番組、BS 漫画やわ、司会の松井貴博です。ささみねあいです。はい、あいちゃん、はい、アシさんと変わって3日目ですけど、いかがですか。もう初日と2日目のギャップが大きすぎて、あ、そう、今日はどうなることやらと楽しみですね。あ、そうですか、はい。ということで、でもまあ、はい、あのね、3日間でだいぶ慣れてきてもらったと思います。今日あたりはもういろいろ突っ込んでいただいて、あ、はい、はい、というわけで、今回のラインナップをもう一度ご紹介したいと思います。はい、まず初日はあー花の応援団、昨夜はルキさんを取り上げました。はい、今夜は東秀夫作不条理日記、ゲストには田部はじめさんと村上智彦さんをお迎えしています。最終夜は川口海二作沈黙の艦隊を取り上げます。ゲストには初登場作家の関川夏夫さんをお迎えします。明日の夜、沈黙の艦隊の日には生放送の番組とインターネットのチャットを合体させて放送するという実験的な演出を行います。はい、明日だけは夜、11時55分からの放送で5分間長く放送します。はい、ご注意ください。5分早く始まるということですね。はい、そうです。よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで早速今夜のゲストご紹介したいと思います。はい、ワハ本舗の劇作家田部はじめさんと、はい、漫画評論家の村上智彦さんです。はい、どうぞ。どうも、こんばんは。こんばんは。田部さんは以前あの天才バカボンの時に出ていただきまして、はい、今回東さんはいかがですか。ですね、僕あのちょうど東さんの漫画を読んだっていうのは、はい、テレビで昔あのゲロヤマ90分とか、はいはい、ハイクラマシンをやってる時は、はいはい、あの食べ始めの各ギャグは、はい、訳が分かんないんだけど面白いと言われてなるほど。でところがそれがだんだんとなって、うん、面白いんだけど、うん、訳が分からない全部ひっくり返った形で全然あのお呼びがかからなくなってきて、 ですから非常に励まされて、あ、いいんだ、気にしないでいいと好きなものをやればいいと、分かんないと言われてもいいと、非常に励みになりました。なるほど。村上さんは、まあ、今日も話出ると思うんですけども、はい、東石川構想というのが、はい、もう漫画史に残るかな、成人式が行われたという大阪の SF 大会で、はい、当時やってた満金帳という雑誌に、はいはい、原稿依頼をしまして、はい、東さんに、はい、結局書くとも書かないとも確約を得られないまま雑誌が潰れてる因縁があるわけですね。あの漫画家の両親と言われる村上さん、わざわざ大阪から来ていただきまして、今日もよろしくお願いいたします。というわけで向こうに3人揃っておりますので、どうぞ。それではレギュラー出演者3人をご紹介します。はい、漫画家の石川純さんです。どうもこんばんは。いやいや、昨日の高野文子はちょっとあの遠慮がありましたが、あったんですか。あんなに遠慮したじゃない。あ、そう、はい、今日 あの東秀夫は遠慮なしです。遠慮なし。あ、そうですか。楽しみですね。はい、続いて作家の岡田斗司夫さんです。どうも、岡田斗司夫です。やっぱサンバでアミーゴはノーマルからハードの壁が高い。いきなり D とか E に行っちゃう。まあ、吉祥寺でいつでも挑戦には応じますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いて漫画コラムニストの夏目房之助さんです。はい、こんばんは。東さんというのはあの年代的にもですね、非常に敬愛する影響も受けた漫画家なんで、今日は夕方の禊をしてきました。近所の区民プールで。ついでにちょっと泳いできました。よろしくお願いします。単に泳いだだけじゃん。はい、よろしくお願いします。はい、さて今夜取り上げる作品は東秀夫作、はい、不条理日記です。こちらですね。はい、この作品は1978年から翌年79年までの間に雑誌別冊奇想天外と劇画アリスに何回かに分けて掲載されました。現在は早川文庫から3巻出ている短編集アズマニアの第2巻に収められています。はい、それでは VTR をご覧ください。はい、どうぞ。作者の東秀夫は1950年北海道生まれ、69年リングサイドクレイジーでデビューしました。79年不条理日記で第17回日本 SF 大会青雲賞を受賞しています。丸月末日、気がつくと僕らは閉じ込められていた。リスの檻だ。多分一生ここを出られんだろう。
なぜ、なぜなの？なぜ一日でこんなに汚せるのよ。丸月末日、自衛隊が仕事を手伝ってくれる。自衛隊です。ベタと枠線とホワイトですね。了解。やられた。丸月末日、電気羊、メスを飼う。羊、鶏、糸ミミズっつうくらいなもんで。羊、電気ミシンを産む。電気ミシン、電気釜を産む。電気釜、電気カミソリを産む。知らぬ間に、羊と釜が深い仲になり、カミソリにちょっかいを出し、ミシンは隣の洗濯機に粉かける。テクノロジー万歳。作者東秀夫モデルにした主人公の摩訶不思議な日々が綴られるこの日記、マニアックな SF パロディと斬新な笑いで不条理ギャグというジャンルを生み出した作品です。皆さんからのファックスと電子メールをお待ちしています。不条理日記の思い出や好きな表現エピソード、あるいは東秀夫さんの作品についてのご意見、出演者へのメッセージや質問も大歓迎です。はい、ファックス番号は東京 03-3465-9930、 東京 03-3465-9930 です。電子メールのアドレスは email@manga.nhk.or.jp です。深夜ですのでお間違いのないようによろしくお願いします。さあ、それではメールの方、メールの方を紹介していきます。浜田直久さん、会社員37歳の方です。不条理日記は SF 各作品のツボを的確に捉え、わずか 2,3 コマでギャグに昇華してしまうという天才ならではの作品でした。これを面白がるかどうかで SF マニアか判別できる不明のような存在でもありました。はい、そして、今井有香さん、31歳、主婦の方です。わーい、東秀夫の登場嬉しいです。高校生の頃、私の頭の中は東秀夫色に染まっていました。今でも不条理日記を読むと、私の人生で、立ち現れた新生風景が全て書き切られていることに気づかされ感動します。はい、そしてイラストも来てますね。不条理日記、番組でどう料理されるか楽しみです。はい、というようなメールとファックス届いています。大月さん、お願いします。へい、へねもねいらんかねということで石川さん、ついに東秀夫です、ね、え、どうしましょう。いややっちゃいましたよ、ね、東秀夫はやっぱしね、同志なんだよな。ああ、同志ときましたか。いや、一応あの構想、長い構想があったと言われてるんだけど全然構想じゃないですよ。石川さんは同志と呼ぶ人に冷たい人ですよそんなことはないよ、俺は尊敬してるよ。ああ、石川的にはどういう位置づけなんですか、東さんって。そう、絵うまいんすか。絵は、あの、さらっと今、いや、完成度が高い人、別に本人もそんなにうまいと思ってないと思うけど、いや、完成度がすごい高いよ、うん、それとね、あの、一度完成して終わったところからもう一回次のが始めたっていうのはね、これすごいよ。あの、俺、年は同じぐらいなんだけど、うん、俺たちがデビューした頃にはもうすでに長いキャリアがあったんだよね。デビュー早いですね、うん、俺デビュー遅かったんだけど2人と5人チャンピオン、チャンピオンとはいえ、うん、少年週刊誌で連載してる、うん、ちなみに、ジャンプマガジンサンデーとあって、その下にチャンピオンってのがあって、俺その下にあるキングというので俺がやってたんだけどで、その、チャンピオンとはいえ少年週刊誌で人気連載漫画をやってた人が自販機で不条理日記を始めたっていうのはね、うん、これはすごかったよね。自販機本っていうジャンルがあったんですよね。ジャンルがあったっていうか、ね、自動販売機で、自動販売機でエロ本を買ってたの持ってきてはいるんですけど、素晴らしい資料が今日は村上文庫から来てますけども、でもあの何月号とも何とも書いていない。それさっきの中見たら、うん、目次がないのこれ。そうすごいよね。作者の名前もなかったし、ね、作者の名前も表紙にはないし、うん、目次にもない。本屋には流通してないんですね。してない、だから自販機でしか買えない、うん、自動販売機、それもだから、うん、あの自販機によって
売ってるのがあったり売ってないのがあったり、ね、毎月必ず入るとは限らなかったり、自販機って何かっていうと、これエロ本なんだよね、うんうん、戦後の混乱期の話じゃなくてつい20年前の話この時代はあれなんですよね、うん、この作ってる連中で友達結構いましたけども、うん、結局全教徒とかの辺から流れていって、うん、だから多少対戦に対してっていうのがなんかあるわけですよ。それがあってだからよく言われたのはね好きな面白い、うん、何でもいいんだと、うん、好きな作家に書かせたいと、うん、だから要するに規制がなくて好きなものを書かせたいというふうな、はい、ちょっとそういう抵抗心がありましたね、うん、だからそれまではコムの時代とかに同世代の作家が出てきたというのが良かったんだけども、はいはい、この時代は同世代の編集者が出てきたんです、ね、うんうん、なるほど。それはもうちょっと不条理日記をしばらく話してから話そうといきなり言っちゃって、まあ、ちょっとそれ後にしましょう、はいはいはい、いや不条理日記ってさ最初なんだっけ奇想天外か漫画奇想天外という、うんうんうん、別冊奇想天外かなまだ漫画誌になってない、うん、SF 雑誌の増刊、うん、まさにマニアのための、うん、マニア系の漫画家が書く本っていうのがあって、うん、そこでやってそこから先は自販機なんだよね。あいやこれはね当時みんな驚いた本当驚いたんだよね。まあ、その自販機で書いたっていうのも驚いたんだけど、うん、これで漫画になるのかっていうね、うん、驚きはあったよね、うん、漫画じゃないもんねこれ。だからマニアックなことがそのまんま漫画になってなおかつ面白いということですね、うん、これ以前に次吉春のねじ式っていうのがあったじゃないですか、うん、ああいうふうにとにかく何だか分かんないんだけど、うん、好きなことを書いてて面白いわいというのがあってね、うん、でそこから来てるとは思うんですけどね。次吉春の場合は文学に見られるじゃないですか、まあですね、こっちの場合はなんかそうじゃなくて今までマニアというとなんだかこう変なものを見るように見られてたのが、うん、というところじゃないかなと。この不条理日記って、まあ、大きい要素としては楽屋落ちってのがあるじゃない、はい、楽屋落ちって当時のやっちゃいけないことだったんだよね。あ禁じてやったんです、ね、漫画家にとってはかっこ悪い、うん、かっこ悪いんじゃなくて編集者がやっちゃいけないって、うん、それなぜかっていうと楽屋落ちってのつまり楽屋落ちとかパロディとかそういうもんって、うん元ネタが読者に分かんないからそれは分からないよ、うん、一部にしか受けないとかそれ面白くないよって言われたんだけど俺も東秀夫も会うとねそんなことはねえよなって話をしてたの、うん、何をやってるか分かんなくても何か変なことをやっているっていうのは伝わるから大丈夫だよなって言って、うん、俺も東秀夫も気にせずやったんだけどね。いやそうそうそう、それでね、うん、そのさっき読んでたやつでね、うん、これが分かるか分からないかで SF マニアかどうかうんぬんって言ってたけど、うん、俺は全然 SF マニアじゃないけどね、うん、面白いんですよね、うん、そうそうで全然知らなくても面白いわけ。元ネタ知ってるは関係ないんですよね。そうだからこれで鳥海さんは、うん、そうか元ネタ分かんなくても面白いんだってことに気づいたんですね。鳥さんお墨付きを鳥さんそう、だからそういうものを開示しちゃった人だよね、うんうん、不条理日記っていうのはしかもそのどこで終わってもいいっていうね、その例えば6ページあったらその普通6ページで考えるじゃない、うんうん、そうじゃないんだもん。だって3コマで終わっちゃってまた4コマ続いたりとかって、うんうん、勝手にやってて適当なところで終わるとかさ、おまけ書くことがないとか言うのもそうですけど、オチがなくていいっていうことですよね。でこういうギャグは僕の場合はテレビで言うと、はい、モンティパイソン、あれはそういうふうにもうアイデアだけで思いつきだけでやって あれ落ちがないように終わっちゃうっていうふうに突然爆発する、はいはい、喋ってるのがどんどん爆発して、はい、これ落ちじゃないと思ったら、はい、次のギャグが、うん、バラバラになってる、その死体からなんか発生して、うん、繋がってるだけであって、うん、全然落ちがないっていう手法があってね、うん、その辺を漫画で初めてやったのが、うん、モンティパイソンもこれもねその元ネタが分かる分からないじゃなくてバカバカしいから面白いわけ、うん、この今映ってるその蛇がね、うん、ずる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 こうこれ最初読んだ時に何ページだっけこれ、12ページ12ページ、うん、アズマニア2巻12ページな、ちょっと撮らせてくださいってやつですか、うん、そうそうそう、うん、これさ助かりました。蛇が出てきてさこの2コマ目でさずっと向こうへ行くんだけども、うん、その後さ3コマついや4コマ続いてずっと蛇の腹がこれ見た時やられたっていうかもうだってこれで笑っちゃってさ、はい、本当にやられたって思うんだよね。で最後助かりましたよ、ね、一応ね10年ぐらい前に筒井康隆が
じゃあ兵隊でも登場させようかって言って番号12345って言うんで全部開業してたやつで、小説ではこの手があるけど漫画ではどういうやり方があるのかって言って開発したのがこの方法でしょ。今漫画でいうとこれ読み込みが必要でしょ。つまりこの最後の辺で寝てるでしょ、だからこの実際読んでる時間よりもものすごく長いはずなんですよ、この蛇は。そういうことですね。もう1時間近くずる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 ってるっていう。いや東秀は一瞬で寝るのかもいやでもタバコ吸ってラーメン食って、そうだあの筒井さんの実験も面白かったでしょ、あのだ筒井っていうのも一つあるんだよね、前史としては。でもね、なんかね、だけどあれ言葉じゃん、で活字じゃん。僕ねやっぱりね、あの東秀で気になるのはね、昔この世界にというか日本にはサイエンスフィクション SF というものがあったんですよ、今はもう滅びてしまってですね私はその末裔としてですねだから人よ語ろうというバイストンウェルを語るがごとくSF を語っちゃうんですけども、滅びたらね、筒井康隆という作家もいたんですよ、面白かったんですよ、でもこういうのが登場したらもう全部流れちゃうわけですよね、ある日だから大友克洋が登場した瞬間に、そこより前の作家たちが、リアリズムを持った作家たちが過去のものになったの、同じように東秀が出てきた瞬間になんかね、そのサイエンスフィクションとか SF が持っていたなんかね、一番いいものを受け継いでるんですけども、それも何もかも一緒にザーッと流しちゃった。ああもう自分で言うのつらい、宮谷さんの時の夏目さんの気持ちが分かる。あの SF の浸透と拡散そのまんまだよね。そう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 。SF の浸透と拡散、次は SF の宇佐無償と言われたぐらいですからね。あの筒井さんの本当のブームっていうか最初ブレイクした70年代半ばぐらいですよね、確か。前半か半ばぐらい、で山下さんなんかと一緒になっていろんなことやってて、そういう下地があった上でやっぱり東さん出てきたって。いや筒井康隆が前衛であったのはやっぱ60年代ですよ、山下康と一緒になったのはもう、なんていうのかな、あの自分でやることなくなってもうガーッと自分で変異してた時代だから、ちょっとずれてんだな。僕なんかはあの、まあ、SF マニアじゃないって言ったけど、SF は一応ほら教養として読んでるからSF マニアの見分け方は SF マニアじゃないって最初にかますことですであの SF マガジンであの東海道戦争を読んで60年代に読んでってって、だからあの流れ分かるわけ、そのこの人の流れってさ、であの兄はからんや同い年生まれなんだよね、これは石川純、同い年ね、石川純俺、東秀夫って1950年生まれなんですよ、ついでに夢枕爆さんもだから流れはここにも人いますね、51年いや俺も51年だけど早細かいことはいいファックスいきますか。はい、じゃあファックスの方いきます、はい、大宮市の高橋正樹さん37歳の方、はい、ありがとうございます、はい、東秀夫の漫画はやっぱり他人が読んでも面白かったんだと分かった時はなんだか不思議な感じがしましたというひろこの太ももを書いてくれました。あ、はい、頑張れ、レッドビッキーズ時代の林ひろこですね、かわいいですね、かわいい時代の、はい、そしてですね、愛媛県の32歳男性の方、丸山さんですね、はい、中学生の頃初めて読みました。ちょうど SF 小説にかぶり始めた頃で、マニアにしかわからないギャグや内輪受けが一つ一つ理解できるようになるたびになんだか嬉しかったものです。いいですね、素朴で、続いて岡山県39歳男性の方、カズさんです。はい、ありがとうございます。不条理日記を大学時代にリアルタイムに読んで大感動をした挙句に大学に SF 研究会を作り、 SF ファンダムに関わり、 SF 大会に参加しSF 大会のスタッフになり、気がつくと全然授業に出なくなって道を踏み外したやつを私は大勢知っています当時の東秀夫先生の作品には異様なパワーがありました。すごいパワーですねこれ、はい、そして、神奈川県35歳男性の方、龍さんですね、はい、はい、解説が難しくてもその作家の特質が最も出た作代表作を選ぶという漫画やわのスタンスが伝わってくるチョイスですね。不条理日記とそんなに褒められてますね、はい、当時のギャグ漫画をめぐる状況と、はい、SF 作品のパロディーの側面をどう解説し料理されるのか期待いっぱいです。はい、ありがとうございます、はい、期待に応えます。というわけで、はい、じゃあ期待に応えて夏目さんいきますか。はい、はい、それでは夏目さんのセッションの夏目の目のコーナーです。どんどんいっちゃって、よろしくお願いします。あの先ほどもちょっと出てたんですけど、あの要するにその昨日言ったのかな、あの自己表現っていうのがあの漫画青年化するときの60年代から70年代初めのテーマだった。でそれをメッセージとして一生懸命伝える世代っていうのがあって、その後に、まあ、ニューウェーブっていうのが出てきたと。でそういう意味ではこの人はですね、まさにあの自己表現なんですけど、多分太宰体質その
すげえ太宰体質が入ってて、それが笑いになってるという自己表現なんですよね。で、まあそういうことをやっていいんだっていう話になって、しかもそこにあの70年代半ばから今度地獄あの解体っていうテーマが入ってきたもんだから笑いになっちゃったっていうことだと思うんです。で、その時にこの自己表現をどう表現するかって、この人はこういう風に表現するんですね。あのもうこの口からわけのわからないものが出てくるっていう、そのこれが確かに自己表現なんですね。でしかしこの自己表現である時に何が問題かというと、この出てきたその自己表現のまあ、テーマというかモチーフというか、その元のものがなんだか得体が知れないというところが、まあ、一番重要なところなわけです。でこの何かであること、これあの何かじゃないんです。漫画で描かれた何かでないものというのは皆さんこういう形をしているんですが、その何かでないということの何ていうのかな、その何かであることを失うということを、まあ、東さんがやったというふうに考えます。でまずどういうふうに失ったかと言いますと、まずあの表情心理を消すということをやります。これ図の2の193から4ページ193ページのこれ終わりですね。あのこれあの、まあ、トラウマというし、あの この顔がよく出てくるんですよね。これナハハでもそうですし、ノタウモもそうですが、あのまん丸の面の ほぼ中心にあの点目があると。で口がこれ笑ってるんだかなんだかわからない表情を失った笑いの口なんですね。でこういうその表情を読み取れない表情というのを書いた。つまり表情とそもそも この顔の部分というのは表情を作るためにあの手塚さんが一生懸命苦労して作ったもんなんですが、それを表情を使わないために作っあのはめ込んじゃったんですね。でそんなんでこの人はイライラする。で次のページ、そうするとこの表情でポッと顔をあからめるわけです。あからめる必要は何にもないわけです。だからあからめるというその心理状態をもう全然壊しちゃってるんですよ。でこういう壊し方を一つしたわけですね。で、次にですね、言葉の壊れ方ですね。これは後で例が出たあると思います。クルムヘトロジャン、クルムヘトロジャンのヘロというですね、本当に読みたいなとこの当時思いましたけど、あのでもあそういうこと言うとなんかいじめられるらしいんですよね。なんかそういうものであるということは分かる。でもこの人の言葉の壊れ方っていうのは非常に独特でして、あの言葉であることを失ってる、もう何かを伝達しないんですよね。クルムヘトロジャンもなんだか分からないし、ヘロもなんだか分からない。でも何かが伝わってくるっていうその壊れ方の芸が非常に見事で、この辺もう読めませんけど、あのこの辺の芸がやっぱりすごかったんですね。で言葉を壊す、それからですね、図の4に行きます。117ページ、これ突然ドクターという作品ですね。あのこの実はこの顔もあの表情を壊してるんですね。でそれでここではそよそよという言葉が漬物になります。つまりその辺で漬物にしちゃうという壊し方をしていると。あのこういう例はいくらでも拾えるんですけどね。とりあえずこの本の中から拾うとそういうことになる。それから物、つまり対象ですね。これは漫画でかなり重要なもんなんです。対象をきちんと書くということで、漫画の中で何が何であるか、物語がどうあのなるかということを示すわけですから。でそれをどう壊すかということで、これが図の595ページで、あのたこ焼きが自殺する場面があります。でこれはですね、たこ焼きは あくまでもずっとたこ焼きなんですよね。ところがそれが自殺をするということで、やっていくという、その物と人間とか物と周囲の関係っていうのを壊していくということですね。これももっとすごい壊れ方が実はあるんですけども、まあ、とりあえずここではそういう、それから話の壊れ方ですね。これは図6の139ページ。これはさっきもありましたけども、こう読んできて、ただこうしているとそのうち漫画が終わるものですからっていう、そういう壊し方をして、しかもこの2コマが全く無意味に並んでるんですね。でこの辺がやっぱりこの人のセンスで、要するに何をやったかというと、全部その芸、どう壊れたらいいかという芸なんです。で、この壊れ方の芸っていうのはだから非常に説明ができないおかしさで、まあ、言ってみればその世界との関係がこけるっていうようなおかしさなんですね。で、まあ、
あのここでちょっとあの図の7なんですけど、まあ、これはあの私が書いたんですけどつまりさっきから言ってるその表情心理が壊れる、で言葉が壊れる、話が壊れる、物との関係が壊れる、これ要するにですね、あの人間自己と世界との境界面にある、うん、その互いに世界と自己を規定し合う要素なんですよ、うん、それが全部壊れるということなんです。だからこの時代にそういう解体というのはそういうテーマを持っていたということと、これはだから漫画だけじゃないっていうことですね、要するに、で本当にだけどね、これは芸だったということなんで、もし本当に壊れたらどうなるかっていうのは図八のちょっと痛い絵になるんですけど、本当に壊れるとこうなっちゃうわけで、絵の中にそのイメージの豊かさなくなっちゃって、本当にちょっとこうなると、だから芸になってない、おかしくないっていうことになります。でもこれも我々は読み得るということがね、本当にいいことだと思います。でこれ全体がだから多分自己表現ということの、60年代からやってきた自己表現ということの漫画の一つの結末だったろうと。だから読み方によってはある種東秀夫はやっぱり小説だろうという読み方もできるんじゃないかと思います。以上です。ありがとうございました。東秀夫はほら、2回というか、そのチャンピオンの頃とさ、はい、その後の藤織日記と東秀夫は2種類あるんだよね、うん、でチャンピオンまでは自分のルーツはね、あの人はもともと遺体連太郎のアシスタントだったんだね。イタイレンタロウの、イタイレンタロウ知らない、知らない、オラグズラの、あ、そうなんだ、うん、知らなかったら、だからもう完全に旧世代、うん、ルーツとしては旧世代でした。で絵のルーツは手塚治虫、石森章太郎、今の石の森か、今じゃないけど、亡くなっちゃったけど石の森章太郎から東秀夫という絵柄で、でついたのがイタイレンタロウだから、もう完全に、年は変わんないけど、実は漫画の要素としては旧世代の人だ、でチャンピオンまではそうだった、でそれを、一度、チャラにして、藤織日記を始めて、この書き方ってね、さっきも、散々壊すって言葉出てたけど、本当に自分が今まで作ってきたその旧世代の、書き方で作ってきたものを解体して、ほらこんな風に壊せる壊せるって言って見せていってるんだよ、これってね、つまりどんどん自分の蓄積をこう崩していくことになるわけだよね、で崩し終わると何もないんだよ、で、ね、東秀夫は自分でもネタにしてるからもう、多分言ってもいいと思うんだけど、何度か、ね、失踪してるんだよね、ギャグ漫画をね真剣にやってるやつってね、一度ね、俺も13年ほど前に一度1年ぐらい仕事休んでるんだけど、みんなねちょっとおかしくなるの、もうギャグ漫画って本当にね、こうどん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 削っていく作業だから、あれふと気づくとね、手持ちが何もなくなってんだよ、あ、俺何もなくなっちゃったと思うと、もう書けないんだよね、それはあの漫画じゃなくても同じですよ、まあそうですね、僕もテレビでギャグが書いてると、同じです、一度こう入るところは、例えばこのお茶出すってだけでダーッと受けちゃうっていうふうな、ギャグをやらない方がおかしいっていうふうな、ハマっちゃうんですよ、でそうすると本当におかしいものを追求していくと、どんどんおかしくないものになっていくんです、一般の人たちが、でもそれでは人に見せる意味合いがなくなってくるので、それこそさっき言った、小説というか、はいはいはい、そっちの方に入っていっちゃうんで、それがその非常に難しいところでね、そこはよくハマりますよ、でも、ちょっとね似てないんですけど、イタイレンタロウってね、はいはい、昔僕らの世代では割と言うんだけどすごいな、ちょっとにパッと書いたら似てないんですけど、こういうの顔だったんです。だから普通の鼻があってね、普通の顔、普通の愉快漫画の顔だった、でその同じ顔のスタイルに同じ口を持ってきて、あの目をやると東秀夫になるんですよ。なんなるんだ、虚無になるわけ、東さんのこの形って実は痛い連太郎なんですよ。それは意外でしたね。クッションとか作って山ほどその形作ってるんで絵が出たから、ついでにもう一つ絵描くと、はい、さっき言った絵の系統としては手塚治虫、石森章太郎だったというのは、はいはい、多分どっかに何か来てるかな、ファックスかなんか、大足派小足派という戦いがありましたけど、出たよ出たよ、小足派ってのは俺のことなんだけど大足派ってのはね、漫画よく見てる人は分かると思うんだけど、足の描き方、ちょっとハンディさん撮ってくれるかな、足の描き方でね、こういう
こういう書き方があるんだよ、うん、これが手塚治虫、石森、東秀夫に至る書き方、うん、このズボンがね必ずここにたわみがあって、うんうん、これが何だか分かんない、うん、靴だか、うん、丸いものが書いてあるだけなんだよね、革靴なんかズックなんだか全然分かんない、うんうん、こういう書き方があって、うん、俺はこういうこう小足を書いてた、小さい足を書いてたんで、うん、俺は小足派と称してて、うん、東秀夫は大足派と言ってた、ね、人のことを足かなんか分かんないといいのけど、なんですかその面用な面用ななんかつま先のような物体が、いや東石川構想って何ですかって、やっぱこういう世代に なるんですよね。どう説明したらいいんですかね。こっち説明してくれてる人もいらっしゃるんですけどね、36歳ケンケンさん、東秀夫と言っても若い人たちにはピンとこないと思いますが身も蓋もないね。80年前後の最盛期には一部の漫画ファンにとってはカリスマ的存在でした。中でも特筆すべきは何といっても東石川構想でしょう。せっかくですから石川さんご本人の口から当時のビッグマイナー東秀夫対リトルメジャー石川純の仁義なき戦いの思い出を伺いたいですということなんですけども、これはね俺もね周りが煽ったんですよね、あれ戦いじゃないんですよ、うん、なんかお互いエール交換してるというか、漫画の中にこうお互いを登場させて作品の中でお互いこうコメントし合ってたわけですよね、うん、気がついたら競争してるということになってて、うん、俺たちって競争してたのって、うん、あれでしょSF 大会の企画で呼ばれたら東石川構想についててパネルディスカッションがあって、そう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 、真ん中に司会でこう慎太郎が座っててこうビール飲んでるわけでしょあと、いや東石川構想についてはね、あの俺より詳しい人がいやいやいやあれ何本気で受け取ってた人いたの？いるんだよ、いるいる、うん、だからあのちょっと時代がずれちゃうと、うん、そうなるんだ、謝礼にならん、時代じゃなくてね、やっぱそれはあのメディアでしか物を受け取らない人たちっていうのは、そう見えちゃうし、地面だけ見て、うんうん、だってあれネタで特集が何冊も出たぐらいですからね、冷やし冷やし前例中ね、うん、前例中っていうのがあってですね、うん、その前にねだからそういう遊びだよね、いや右巻きか左巻きかというそういうものバビロニアスとかいろいろあったんですね。石川さんはそういうもののところから生き残ったけども、僕から見ると東秀夫ってそういうふうになんかファンにおもちゃにされて殺されちゃった作家っていうふうに見えるんですよ、うん、殺されちゃったって今いないように見えるんですよ、うん、今ちゃんと復活してるんですけども、うん、なんかリハビリしながら復活してるみたいな感じでなんかね、その本当に前の宮谷さんの時の夏目さんに対するのと僕同じようになっちゃうんですけども、自分たちの世代のファンが東秀夫という作家を殺したなという自覚はあるんですよ。あ、そう。うん、あのね、うん、あの不条理日記のですね、2巻のですね、まあ、一番簡単なやつで言うと55ページのですね、はい、この、スタージョンのニフレンヘルフォービホンとかこういうセリオオークションやってるとヘルムあフルムマカオメラ初版1500クロムフェドモジャンのヘロヘロ、ヘロがと言ったらなんかこうなってると、でこれはですね別に面白くも何ともないわけです無意味なことを言っているで無意味なことを言ってるんだけれども分かるやつには分かるんだから笑わなきゃいけないというサインだけが出てるんですよ、うんうん、つまりギャグ漫画としてはものすごくやっちゃいけないことをやってるわけですね。東秀夫が書いたんだから何でも笑えるというサインが出ていて、で僕らはそれを笑わなきゃいけないというか、あえて笑うという方法を取ると、おまけにこのクロモヘトロちゃんのヘロというのをファンが本当に作っちゃうんです。ここありますよ、これ、ここまでちょっと派手さんして、うん、作るんだこれを、うんうん、わざわざそれを作っちゃう、バカだよ、ね、でね、これがですねまたその61ページのですね SF 大会行ったらですね、オークションにかけられてるんですよ、うん、その本が、うん、神田愛蓮企画の部屋行ってみるとクロムヘドルジャーのヘロがオークションにかけられてた、うん、これ実話なんですよ、うん、で、うん、SF ファンのやることは恐ろしいというのだと、うん、でそこからまた一冊きりですが、実はヒロミットクラメのイスラ・イトイト・メルスボンがあるんですけどとか、バーッとまた意味のない言葉が出てくると、うん、この意味のない言葉の羅列にしても本来ギャグになり得ないことをどんどん言っていって、でそれをなんか分かるんだなんか東秀夫が言ってることを分かるんだ俺たちはみたいなですね、 SF ファンが集まっていて持ち上げちゃったんですね。なんかね関係性を持ってギャグにしちゃった、ギャグを言ってないんだけども関係性でもってなんか仲間になっちゃった、ギャグにしちゃったというのがあって、でもそれがねなんかクロムヘトロジャンのヘロまでは面白かったよ、うん、クロムヘトロジャンのヘロまでは OK なんですよこれ面白かった、俺すごいね田辺さんその辺どうですか。それってあれじゃないですか、今のお笑いね、うん、ブームで、うん、その漫才とかなんかの若い子たちで行くと、うん、女の子たちは何でもかんでも笑うんですよ、うん、で僕らの和派の、ちょっとねあの新人っていうのが出てくると、うん、ほとんど相手にされないんですよ、うん、下品だとか、ね、ルックスが良くないっていうことでね、だからいや不安は
書いてる人をダメにしていくっていうのはやっぱりありますよ。本当にいや、ダメにしていくというかね、その SF ファンがその時何やったのかっていうと、 それまで SF ファンというのは SF を読む人たちであって、好きな人のいわゆるなんか職能集団ということではないですけど、はいはい、趣味集団の集まりだったのが、うん、ある日からこういう東秀夫みたいなものを見て笑う俺たちは集団だよなということで、うん、なんかお友達であるということが前提の集団になっちゃったんですよ、うん、だから変質が起こっちゃって、それを東秀夫がそれの象徴に使われちゃったわけです、ね、それはだからありますけど、うん、さっきのファックスもありましたけども、うん、東秀夫から入って SF が好きになって、うん、SF ファンになりました、うん、っていうのは間違いでね、うん、本来は SF を読んでる人が東秀夫を読んで、うん、面白がるのもいいんだけども、例えば和音法を見てね、うん、演劇のファンになりましたっていうのは大間違いだと思うんですけど、うん、いるんですよ。でもそういう今それありでしょ、みたいなありでしょ今になっちゃう。でもさ、そのつまりそういう読者がね、うん、東秀夫をしてああいう風にそのだんだん書けなくしていったということは僕は違うような気がする、うん、俺も違う、うん、ちょっと違う、本人がやっぱり、いや例えばね、これあの持ってきたミヤちゃん観音写真集という、出たよ、これは東秀夫自身が作った同人誌なんですね、うん、だから本人もやっぱりそれに乗っかってるっていうか、本人はそれはね、表現のね、極北を常に求めて、そうそうそう、うん、ここまでがギャグだろうか、うん、ギャグだろうかってやるんですよ、うん、ところが受け取る側が、あ、それもギャグですよ、それもギャグですよ先生ってやっていくと、うん、もう書く方は果てが見えないわけですね、うん、どんどん生き切るしかないわけじゃないです か、うん、だから普通の読者だったらそれは分かんねえよって言ってくれるんですけど、分かんねえよって言ってくれなかったら物書きってダーッといっちゃいますよね。でもそこで戦っていくのが物書きでしょ、うん、いつでもそ その壁にはいつでも打ち当たるものだから、ね、逆に考えてさ、うんうんうん、そうじゃなくてね、いやそれは分からないよっていう読者や編集者がいてさ、うん、他のものを書いて、うん、東さんっていう作家がさ、そうじゃなくなるっていう可能性はあったんだろうかって考えるわけよね、うん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 、でもそれはね、そうするとね、東秀夫では今僕らがね、うん、持っている存在としての東秀夫じゃないわけだよね。だからやっぱり、うん、夏目さんが言ったみたいに、もう自分で自分を解体していってるわけだから、うんうんうん、それは読者がどう反応しようが、うんうん、やっぱりそこにこう自分で見つけていったと思う、うん、いや読者がさ、うん、読者がそれを加速したってことあるかもしれないけどね、うんうん、でも読者がそうしたっていうことじゃないと思うけどね。いや僕ね、これの影響ね、なんか僕らが考えてるずっと大きいと思ってるんですよ。 なんでこの話をし始めたかっていうと、東石川論争というのが何だったのかとかですね、東石川論争というのが本当にあったんですかというところから話が始まってるわけですね、うん、で東石川論争みたいなものっていうのは僕らから見るとそんなものはないんだよと、あれはなんか遊んでやってたんだよって言ったんですけども、うん、受け取る側の人たちによってはもう大半の人たちはそういうものを本当にあると思ったわけですよ、うん、でなんか東秀夫の読者っていうのも大半はそのこういうふうなものに関してある種なんか健全な漫画の読者ではなくて、もうほとんど教祖みたいにして読んでるわけですね、うん、そういうなんか状況の中があってって、なんかね、僕もその東さんになんかいろんな、なんだろう、商品化とかですね、お願いしてですね、 T シャツの柄とか書いていてもらうときにですね、どん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 東さんの顔が暗くなっていくわけなんです。だからそういうのを見てると、ああなんか俺たちが追い込んでるんだなっていうのはね、まあ、すごい強い。やっぱり80年代にやっぱりマニアというのが読者として浮上してきて、うんうん、その読者の状況自体がもうそうなっていっちゃったんだと思う。僕は当時ね、石川さんのはストーリーがあると、まだ、うんうんうん、ストーリーの枠の中でストーリーも面白い方向に持っていこうという努力があって、うんうん、で東さんのはストーリーはあるんだけども、うん、どうやってストーリーから外れていこうかと、うん、全部自分で否定していくわけですよ、うん、全てのもの、うん、あのギャグっていうのはさっきも言ってましたけども、その裏切りが面白いから、うん、こうなるはずのストーリーが全然関係ないところに持っていくのが面白くてね、それももうある種行き過ぎのところまで行ってるんだけど、だからそのギャグ好きにはたまらないっていうようなものがあって、石川さんはどっちかっていうと、その言葉は悪いけれども、そのすごく新しいギャグをやってるんだけども、うん、一種どっか松竹新喜劇の味がするみたいなムードがあったんですよね。ほら当時甲信太郎という漫画家が、うんね、東秀夫ビッグマイナー、石川純はリトルメジャーと、ね、定義付けて、更新うまいな。石川さんはそういうさっきのそのマニアにこう取り巻かれた経験ってやっぱり石川さんもあるわけでしょ、うん、あのね、それの違和感ってなかったですか。いや、あのね、うちのファンクラブと、うちのファンクラブと東秀夫のファンクラブとね、すっごいカラーが違うんだよ、うん、どう違う。あのね、東秀夫のファンクラブはまあちっちゃいのがいくつかあって、うん、それが全部連帯して何かをやろうとするんだよ、一緒になってイベントをやったりとかね、アニメ作ったりするんですよ、うん、うちのファンクラブは一人一人みんなバラバラで何をやろうとしないんです。一人でうちで読んでるだけなんだよ、ね、ただ自分で読んでるだけ。僕自身がね、多分一時期、今はどうか分かんないですけど、日本一の石川純ファンだったんですよ、うん、とにかく石川純の単行本でこれを持ってるって言ったら、石川さん自身が
岡田すごいよ、それ持ってるやついないよ、それ何部しか出てないんだよっていう話しちゃうぐらい。でもね、それで僕思ったのは、石川純にはカルトなファンってつきにくいんですよ、やっぱり。それなんでかというと、リトルメジャーだからです。手法がメジャーで、感性もね、なんか冒険してるんですけども、やっぱメジャーな感性なんですよ。で、なんだろうな、この人の実験手法というのはやっぱ絵の方向に行くわけですよ、どん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 。でも東秀夫というのは絵はもうどこまでもスタンダードで、あんまり冒険しないんですよ。でも感性だけがどん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 カルトでマイナーなんですよ。でそのカルトでマイナーなんだけど、業が深い分どんどんファンをね呼び込んじゃう、自分以上に深いファンを呼び込んじゃうから、東秀夫のファンって全員なんかいつも薄ら笑いを浮かべて、で大泉学園にある喫茶カトレアというところに、なんか東秀夫が来るの待ってニヤ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 張ってるんですよ。それは嫌だな。カトレアだったね、そういえば。いやだからいわゆるもこむから来てる漫画マニアみたいなのと、SF ファンみたいなのと、それからやっぱり劇画から来てる漫画ファン、劇画ファンの違いだよね、それはね。今回ね、東さんの漫画この読んで、この東マニアの1の方のブツブツ暴言記で、これなんか読むと分かるんですけども、あのスターウォーズのエピソード1、それがこれなんですよね。で要するに、非常にあれも好き勝手なことをやってて、はいはい、でもう今本当東秀夫の漫画をですね、あの本当にルーカスがきちんとあの手法でやるとすごく面白いと思うんですよ。ルーカスが、エピソード1は残念ながら、ルーカスもそれぐらいやった方がいいね。ちゃんとエッジもあるし、でロリータでしょ。さあルーカスが出たところでですね、ファックスの方行きたいと思います。アイちゃんすごいよ、はい、すいませんね、無理やりで。福井県の佐々さんからいただきました。不条理日記はギャグ漫画家として定着していた東秀夫評価が SF 漫画家に変わった作品ではなかったかと思います。この中の SF パロディは知っている人より楽しめるが、元ネタを知らない人でも雰囲気を楽しめるというパロディの王道を行く作品だったように思います。という意見もあればですね、愛知県の22歳学生の方です、前田さんですね。はい、パロディの元ネタについてなんですけれど、私は全部は多分分かってないです、当時、読んでいる人たちは分かっていたんですか、どれくらい分かってたんですか、というファックスも届いています。はい、ありがとうございます。分かってたいないよ。いや、あのね、8割以上は分かってたと思う。でもね、それより大事なのは分かってるふりをすることなんですよ。あとね、いや例えばなんかこう見えない小人に足を引っかかられて、 あれはフレドリック・ブラウンの短編のっていうパーッと出てくるんだけれども、それってなんかね、同じ読書体験してみたら結構簡単に出てきちゃうんですよ、具体的に言えば1970年代の前半に大学の SF 系にいれば全員分かるようなことなんですけど、それは SF 不安でしょ。漫画不安にとってはそれまで分からないことだから。面白かったのはね、だからこういうふうなものでパロディっていうのは教養がいるんだと。そうですよ、教養というのは何でもいいんだと、何か一つの体験の知識というのが教養であって、それをなんかパロディにしたらなんか無理やりその教養を学ばなければいけないような雰囲気っていうのを作っちゃえるもんだなって。それはね、あの僕はもう散々やってますけどね、あえてやるんですけども、その分からないっていうのをただ笑うんですよ、劇場に来て、で見て笑ってから、で笑ってるんだけど、どうも他の人のものを知ってる人はもっと笑い方が違うと。そうするとその元、例えばマグリッド そのリンゴが前にあるやつのパロディをやっちゃうと、なんでわかんないけど、おかしいことじゃないですか、すでにあれがギャグだ。それはね、東方特撮を見てるときにですね、おーという位置でそいつのキャリアがわかるって。いやあれだよ、土屋が出てきただけでおーって言ってるやん。それを見て、そういうギャグを見て、で逆に家に帰って勉強し始めるんですよ。だからパロディをもっともっとね、やるべきだと思うのね。東秀夫ももっともっとこの10年ぐらい、割と休業してたっていうか、今書き始めてますけども、その間にまた違う種類のパロディものがいっぱい勉強してるっていうか、読んでるとか実体験とか、なんかもっと書けばいいのに。おじさんなんてことを言うの。多部さんは前向きですね。その今の客に対してね。いや多部さんは俺今感動した時に、秋元治方のね、もう一箇所で永遠ギャグができる人なんだ。またファックスがあるんですけれども、はい、こういうファンの方も多いんですよね、長野県の26歳男性の方、勝野さんですね、自分が東秀夫さんを知った頃にはすでに救出されていました、古本屋をめぐっては単行本を買い漁り、可愛らしい少女たちやぐにゃぐにゃしたものやらを模写し、やがては自分も漫画を描きました。はい、あとですね、月猫さん、女性29歳の学生さんです。東秀夫さんは時期によって絵柄が変わりますが、私にとってこの不条理日記のあたりがとても好きな絵です。女の子が可愛いんだよなぁ、女の子の絵が可愛いという意見がかなり多いんですがね。まあまあ、それで買ってたファンっていうのもやっぱり一部だってさ、相当いますからね。インタビューでさ、可愛い女の子を描くために俺は漫画を描いてる、言ってますね、ほとんどそれだけだってね、俺は感動したね。だってさ、この後のさ、東秀夫
以降のね、うん、東秀夫の可愛い女の子が当たったんで真似して内山木とかいろんなやつが、ね、うん、ロリータっぽい女の子描くようになって、うん、あの後今に現在に至るまでロリータ漫画っていうジャンルがあるじゃない、ロリータもんだけの雑誌もいっぱい出てるぐらい、ね、それだけじゃなくてね、漫画家ってもうなんか生き残りが可愛い女の子描けるかどうかにかかっちゃいましたよね、うん、いや、まあ、それと、うん、その現在もあるそのロリータ漫画っていうのの最初の一人が東秀夫だったんだよね、うんうんうん、全て東秀夫から始まってるそのロリータものって、ね、当時ロリータの特集やってるじゃないですか、うん、これね、で臆面もなくロリータを宣言するわけ当時ね、みんなね、で今や日本の漫画は欧米で叩かれるようになった、そう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 なんでお前らこんなもの自慢してんだっていうぐらいね、だからこの当時その作者自身がこうミャーちゃん観音写真で自分の漫画のキャラクターのヌード画集を出すのかっていうとね、うん、なんかねある時期ねこういう言い方は何なんですけども、うん、ロリコンというのが知的な男の教養のベーシックの一つも言っててなんだよ、いや、そうなんだよ、そうですよ、当時そういう錯覚あったんですよ、じゃないとそんなもん出ませんよ、あっちゃー、だからそのだからなかったみんなロリコンでもないのにロリコンのふりしてたんですよ、本当に本当にそうですよ、あの少女漫画のいやそうだったんですよ、本当にあの、うん、ジュネーがあったでしょ、うんうん、やっぱそれとの対立なんですよね、だからあのロリコン集会とかやってるとなんかみんなそういうミーハーなバカなやつがバーッと来てて会場の真ん中に本物がいるとみんな引いたんですよ、本当に好きなのがあっててちょっと引くっていうのが日本国中で見られた風景なんだから、いやあれはやっぱあの一つのアクセサリーとしてかっこよかったんですよ、うん、そういう感じがしたやついっぱいいた、ロリコンっていうのはポストモダンとかっていうそういう言葉と同じ、あそう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 みんななんかわけも分からずに別に見たくもないね、女の子のあの幼女の裸の写真見てわーとか、だから幼女の裸の写真じゃダメなんですよ、絵でなきゃダメだったっていうぐらい、あげくの果てはもうね大変なことになったわけね、いろいろといろいろとね、いろいろと詳しくは言いませんけど、いや俺だけど俺暗黒の歴史をとうとうと語る今日の田中さんいいわいいわ今日でも有馬さんはもう健康的なあれですよね、さっき言ったその本物じゃないですよね、健康的でか、もうこの人は言われてもな、この人はだからでしょ、林色子と林ちゃんを見てロリコンを書くって言われると、いや確かに手の書き方は手塚治虫だけども、いや田部さんも健康的だな本当にこの人、まあ、だってもっと当時すごいねロリータの漫画だから、そういう意味ではそうだけど、ね、やっぱり太宰治程度には不健康やっぱやんではいますよね、うん、ある程度あの時代の水準としては十分やんでたんだよね、うんうん、今もっと深くやんじゃうから、今さ後ろに映ってんじゃない、はい、あの SF っていう字をさ、うん、ああいうふうに、だから、ね、俺は本当にね東さんは東さんなりに戦ったと思うんだよね、うろこがあるもんね、うん、だってうろこのある SF でしょそうそうそう、でそれと戦ってたんだと思うんだよ、うん、あのやっぱああいうやり方をしてさ、自分の中のそういうものをすごく自覚して、うんうん、ね、それをとどう対峙するかみたいな、そうだから僕は物書きとしてはやっぱりよくやったって、うん、よくあそこまでやったと思うね、うん、であの僕はだから東論、かつて書いた東論の中であのブラックホールのように果敢に自閉した東秀夫っていう、うん、果敢に自閉したそうだからそれはもう敬愛してるしよくやったっていう気持ちがあるから、うん、自閉はしてんだけど、うん、それは負けて自閉してんじゃないと思ってる、よく戦ったってことですね、ちゃんと、うん、あんまり喜ばないだろうな、サッカー、だから東秀夫は感じがあるんでしょ、はい、東秀夫がこの路線書き始めてさ、あ自分でも書いてるから分かるけどこの路線ずっと行ったらどっかで袋小路入ってくるなっていうの分かるじゃない、うん、こいついつまで行くんだろうと思ったらいつまでも行くんだよな、うん、いや書けない書けないとかあの辛いとか言いながらいつまでも書いてて帰ってくるもんね、ちゃんとね、うん、大丈夫かと思ってたら大丈夫じゃなかったんだよねいやある日知り合いの編集から電話かかってきてさ、これ多分この話してもいいと思うんだけど、大丈夫大丈夫、あの電話かかってきて、東さんどこ行ったか知らないって言うから、行ったか、いや俺知らないなって、えどうしたのって言ったら、いやちょっとなんか行方不明なんだけどっていう、いや行方不明ってのどう行方不明なのって言ったら、いや先週ね締め切りで編集者集めてて午前5時頃ちょっと俺タバコ買ってくるからって言ったきり帰ってこないんだよみたいな、ね、あれ結局どれぐらい帰らなかったんですか、3回失踪してるんだよ、うんうん、で数ヶ月から半年ぐらいじゃなかったかな、うんうん、なんか今はもうその頃の思い出を時々漫画に書いてますよね、すごいよね、すごい漫画ですよね、あれそれぐらい、ね、まずビニール袋を拾うというところから始めて不老者のチーズを盗むとか、うん、あと腐った毛布で寝るとかさ、うんうん、すごいよね、それがなんかねこのなんかねブツブツ冒険記とか不条理日記と同じタッチで淡々と書くっていうさ、うん、やっぱりねすごい漫画はすごいね、
あれあの小説で書かれたら面白くないもんね。多分ね、活字じゃやりきれんでしょこれ。やっぱ辛いだろうな。あ、漫画だからね、読み物として読めるんだよね。部数も違うし。はい、ファックス、はい、来てますね、はい、はい、ファックス紹介します、うん、友人本舗さん32歳、はい、大阪府の男性の方です、はい、私の中ではスクラップ学園と並んで東秀夫の作品の中で大好きな作品です、うん、この作品と出会った当時中学生であった私は毎日学校に提出する生活ノートなる日誌みたいなものに2週間連続で不条理日記と題して真似したものです。担任の先生には大変好評みたいだったらしく、父兄連絡会の時に披露していたらしいです。当時から教育は荒廃してるね。はい、はい、続いて市役所勤務の41歳石川光さんですね、はい、1980年頃大学生の私は SF 愛好家で SF マガジン奇想天外を毎月読み、当然東秀夫ファンでした。尻尾がないなどのフレーズは、天才的発明で仲間内でも大流行でした。その後勢いを失い静かになってしまったのは寂しい限りです。再度のブレイクを期待します。石川純さんも応援してあげてください。市役所勤務だって大丈夫かな。そして43歳男性、徳島県のグッチーさん。東秀夫は、2人と5人から愛読していましたが、途中から少年史上から消えてしまい、しばらくのブランクもありました。だけど回転ポコチンキックの大ファンで一人深夜に練習したのを記憶しています。はい、ありがとうございます。大田区大森東の東さんですね、はいはい、東秀夫の作品といえばいろいろな思い出がありますが、今を去る20年前、大学のそばの麻雀屋で私はパイを切るとき不気味が走ったとか尻尾がないとか木の裏に挟まったと叫んでいました。友人たちは普通の人だったので変な顔をするだけでしたが、隣の宅の知らないやつがギクッとしていました。今は昔 SF が楽しかった頃のお話です。楽しそうですねこういうのね。マージャン屋がもうないから、マージャン屋もね、みんなで沈んだ大陸の話を、ね、懐かしむのはいいよ。嬉しいね。70年代のほら、サンリオエレガンギャブームの話をちょっと出して、はい、どうぞ。さっきも多部さんがちょっと言ったけど、うん、70年安保で負けた学生がね、行くとこがなくなって、うん、もうあの普通の大きい会社に就職できないからさ、うん、もう本当にね、腐っても出版、文化の匂いがするエロ本業界にどっと流れ込んできた、うん、一応本だしね、うん、それでエロ本どんどん出し始めて、しばらく 1,2 年経ったら、あの、ね、当時ね、7,3 とか 2,8 とか言ったんだけど、うん、7割とか8割、エロ漫画のしとけば、うん、あとの 2,3 割は好きなことやっても平気だっていうのにね、うん、編集者が気が付いたの、その、うん、学生から来た連中が、うん、それでその 2,3 割の方に俺たちに注文が来るようになったわけです。東秀夫もそういうものを履けるようになった、うん、ちなみに石川さんが書いて、石川さんが書いてますね、石川純、夢の先生オンステージ、表紙にこんなにデカデカと、この頃は表紙にデカデカと名前が載せてもらえたんですね。まだ石川さんが漫画描いてた頃ですね。でこの頃エロ劇画の三大、あ、御三家っていうのがあって、はいはい、このエロジェニカと俺が描いてたエロジェニカと、うん、東秀夫が描いてた、劇画アリスと、リスともう一つ漫画大快楽、3つ揃ってますね、はい、今日は、ね、これが、エロ劇画御三家だったんだよね。とてもテレビとしていいような表紙じゃないですね。これはね、でこれは結構構想してたりしてね。構想、それは自販機で評論ページがあるの。評論が、なんで昔からエロ漫画の人って語りたがるんですか。だからそれがあの70年安保で来た連中だったから、あの打ち毛場やってるような感じで、なんか評論も3割の何やってもいい部分だったわけ。でも別に70年安保でなくてもいまだになんかエロ漫画業界ってすぐ語るじゃないですか。今さ、だからさ、東秀夫的に発想するとね、自販機が喧嘩してる絵を思い浮かべるかもしれない、うんうん、そう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 。あの最初に石川さんが言ったさ、エロ劇画ムーブメントっていうのはね、うん、それを本人たちが言ってたんだ、うん、恥ずかしいことに、うん、ムーブメントだね、ムーブメント運動じゃなくて、うんうんうん、まあこれで、でなんかね、俺はあんまり興味がなくてさ、あんまり興味がなくて、あの一応はよ、あのでもほら教養だから読んでたんだけど、さすがじっちゃんの名にかけて孫ですな。おっしゃいますな。読んでたんだけどさ、うん、もうだからあれはね、なんかやり残しちゃった人なんだろうね、みんなね、うん、そうそう、うん、なんかね、残っちゃったんだよ、あの人たち。でもその2割3割の部分でいいもの出るってやっぱもうないですよね、うん、あの白夜の写真誌なんかでね、うん、あの一時期までありましたけれどもね、うん、でも俺も、ね、うん、あれ以来ずっとね、必ず一紙だけエロ本の仕事するようにしてんだよね。エロ本って今でも、ね、するようにしてる、うん、するようにしてる。いやエロ本一つやっとくと、エロ本から今でもね、エロ本からたまに変なやつ出てくるんだよ。あの昨日ね、高野文子の会にファックス街で開くってのを送ってきたんだけど、うんうん、
あんなやつとかね、エロ本から新しい才能って結構出てくるんですよ。だから吉田戦車とかあの辺もそうよね。それこそ間違って載せてもらえたような原稿やったわけです。間違ってじゃなくてそれは編集者が意図的に載せてる、多分今はパチンコ漫画と麻雀劇がつけた新しい才能が上がってくるわけですよ。エロ本って、ね、あのハードルは低いんだよ、だから何でも載せてくれるわけ、それは昔僕らの時代でいうと、だから僕はテレビが、あのダメっていうわけじゃないけど、あんまり及び声がかかんなくなって、やろうとしても制約多くてできなくなってきて、小劇場っていう、その小劇場で芝居やるのはそんなに損がないんですよ。お客さんさえ最低200人か300人入れれば、制作費を安くしちゃえば損はないんです。だから続けられるんですよ。あと同じようなものが多分、原稿料も安かったんでしょ。めちゃ望みの低い演劇のいや、そういうふうな、だから制約のない世界ってから何かとてつもないものが生まれてきたりする可能性があるんですよ。本当にね、あのそのエロジェニカでね、俺はあの幽谷っていう漫画を連載したんだけど、はいはい、俺エロジェニカで仕事頼まれた時ってね、もうすでに大手の方でほとんど仕事を移してて、まあ、エロ本書きたくなかったの、いやちょっとやりたくないって言ったら、何ページでもいいって何ページでもいいし、 色つけてもいいし、つけなくてもいいし、あの今月何枚書くからって言ってくれればそれに合わせるからって言って、制約一切なしで書いたのがその漫画だった、そういう自由さがあったんだ。ついに代表作になっちゃったそういう自由さがあったんだよ。今だにしたまあその本それを書いたっていうのが恩返しなんだよ。そういう自由さのある媒体だったんだよね、だからそれの自由を今生かしきれる編集者もいないでしょうね、若い世代になるとね。だから結局その漫画がさ、市場がきちんと分化しちゃって、その手法も洗練されて大手がやるようになって、まあ言ってみれば窮屈になって、そういうものが全部コミケに流れてしまったんで、まあコミケっていうのはそういうとこはあるよね、ただもう本当に混沌としちゃってるから、だからそれはそれで閉じちゃってるからさ、漫画界がちょっとビッグビジネスになりすぎてシステマティックになっちゃってるんだよね、ちょっとあの誇張してるとこあるよね。で、不条理日記の話はいいのか、おい状況論になっちゃう。不条理日記ちょっと戻してみましょう。皆さんの意見ちょっと聞きたいんですけども、これを読んだ時に稲垣民子の1センチ秒物語、あれが多少関係してるんではないかと僕は読んだんですけど、皆さんはどうなんでしょう。まあ、そういうものを全て入ったんじゃないですかね、あの筒井も入ってるし、渋沢も入ってそうだし、本を読む人なんですか東さんって。まあ SF 読むんだろうけど、あれだけ SF 読んでれば、その周辺のものも読んでるじゃない、タルホもね、当時の SF 関係の教養としては教養としてはまあ教養として読むでしょうね、周辺としてはあったでしょうね、きっとね。あの東さんに昔会った時に、あの鳥居さんとたまたま一緒に会ったんだけど、東さんがしみじみとですね、いいな文章書けるもんなって言ってたんです。あ東さんそういうなんかあれ多いですね、たこ焼きはいいな、ギャグ入ってなくてもたこ入ってたらいいと思うとかだけどねそういう名セリフがありますよね、だけどね東さんがね2ページぐらいで書いたもん俺読んだことあるんだけど、面白いんだよ、あのね構成とかは上手くないんだよ、だからちょっとあのまんまいく、あまあまあちょっと無理かもしれないけど、あの言語感覚が面白いからさ、だからできると思うんだけどね。言語感覚いいですよね。だから全国60万の自動販売機が自動販売しようと待っているのが書いてあって、すごい印象ですよ、あれ。うまいよね。だってさ、やっぱりみんなそこで気がつくから。絶対そうなんだよ。だってさ、尻尾がないっていうそれだけでね。おかしいんだわ。それをまた永遠やるでしょ。多分ね、時間がかかってるんですよ。それがすぐスッと出てる人と、考えて書く人はその時間がかかるから、これじゃあ漫画書くより漫画書くのが楽だって言って言っちゃう。あの人はそうそう、漫画書く方が楽だなんですよ。だから失踪して水道工事やってるよりは漫画書く方が楽だとか。はい、ファックス。はい、ファックスいきます。36歳ケンケンさん、男性の方です。東秀夫といっても若い人たちにはピンとこないと思いますが、80年前後の最盛期には一部の漫画ファンにとってはカリスマ的存在でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。32歳男性、大分県の山田さんです。漫画を読むことにはどこか現実逃避の後ろめたさが付きまとうものですが、逆に居直って現実を徹底的に無視して快感原則のまま突っ走っていくと、実はインナースペースの方が現実よりもずっと奥行きが深かったりするんじゃないか、東さんの漫画を読むたびにそんな気にさせられました。はい、ありがとうございます。こちらですね、はい、東先生の漫画の魅力、可愛くってマニアックにつきます、先生これからも頑張ってくださいというイラストです。可愛いんだよな本当に石川さんの女の子とやっぱ違いますよね。全然タイプ違う。石川さんの女の子はね、やっぱね抜けないんですよ。そうなんですよ。あれなんでですかね。そんなことないよ。あれで抜くの石川さんだけですよ。
いや俺の知り合いで、まあ、それはしたくないけどな、何見るでしょ、知り合いでいたから出なくないでしょ、そんなものは。でもあのね、ビッグマイナー、リトルメジャーのね、あの例でね、やっぱり言ってたの、それですよ、石川純の女の子では抜けないっていうのは、俺の周りでは、それ全然反対だけど、でも石川さんね、首筋が変に色っぽかったですね、この人は。まあまあ、その辺は皆さんで盛り上がっていただいて、明日の予告をさせていただきます。明日の夜は、川口海知作、沈黙の艦隊を取り上げます、こちらですね。はい、ゲストには、初登場の作家、関東夏夫さんをお迎えします。また現在 NHK が行っている BS デジタルフェアに関連してインターネットのチャットと番組を合体させる演出を予定しています、はいはい、そのために放送時間が5分長くなっています、はいはい、夜11時55分から、深夜1時までの1時間5分の放送です、はい、お間違いないようにお気をつけください。そして皆さんからのファックスはこちらの番号で夜8時から受け付けます、はいはい、東京03-3465-9930、 東京03-3465-9930です。電子メールは24時間受け付けています。 PS 漫画屋のホームページもぜひご覧ください。はい、というわけで今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。